マジであの男キモかったんだけど本当にキモいマジで無理だったこれ死ぬほどよく聞くフレーズ女の子の口からめちゃくちゃよく聞くでもしかしたらお前もそう言われてるよ裏で今日の動画で話すことがお前できてなかったら確実に言われてるマジでキモい本当に無理 最悪な気分じゃない男としてそういう風に言われるの。けど多分、そうやって言われてるお前は、そうやって言われてることにすら気づいてない。うん、キモいから。で、今日話すことは、あのね、清潔感がないとか、デブとかブスとかね、そのなんかもうスタート地点に立つすら立て,てない男たちのことを言うつもりはない。それはも,うもちろんキモいし、ね、あの、キモがられるで当然、うん、スタート地点にすらつけてないから、うん。 だからそこを改善しろっていう動画を今日話すつもりはない。うん、それはもう当たり前のことだから。れやれって。言 <laughs> わせんなって何回も、ね。今日話すことは相手の表情を読み取れってこと。うん、これができてない男が多すぎる。女の子に喋りかけたとき、女の子にボディタッチをしようとしたとき、女の子に近づいたとき、すぐに相手の表情を見ろって。 お前が近づいたタイミングで、お前が喋りかけたタイミングで、お前が何か行動を起こそうとしたタイミングで、すべてがわかるから。もし、その子がお前に対して心地よさを感じてなかったら、それはすべてその子の顔に出るから。そしてボディーランゲージに出るから。いいお前想像してみて。今、お前に対してめちゃくちゃ汚い、 くっさい、変な男、変なちょっと気持ち悪そうな男が、お前に近づいて、<laughs> 友達になるって言ってきたら、お前、どういう表情になるお前の顔。あ、ちょっとすみません、無理です。あ、ちょっと厳しいです。あ、ね、まず、お前のボディランゲージー、縮こまるでしょねガードのモードに入ります。ねお前の表情、ちょっと引きつります。で、お前のアイコンタクト、相手と極力目を合わせないようにします。体 お前から逃げる方向に体を持ってきます。それか、お前からできる限り距離を取ろうとします。いやお前がその子にアプローチしたときにそうなってないか気づけって早く。お前のことをすごく嫌がってるよ、その子は。もちろんね、男としてね、金玉握って、その子にアプローチをかける。素晴らしい勇敢な行為よ。うん、素晴らしいと思う。だけどお前は一歩踏み込みすぎてるか、ね、明らかに興味ない女に対して粘ろうとしすぎ。 で、それ、相手の顔見て、相手の表情を見て、相手の振る舞い見て、読み取れなかったら男として、厳しいって。嫌な経験させるだけでは相手に対して。で、肝がられてるだけでよこの空気を読む力、これ、男として身につけていかないと、お前は女の子に裏で陰口を言われる肝男になってしまう。すぐにされって。それはほぼノーチャンスだから。ほぼノーチャンス。その、 ノーチャンスな態度を取られてるのに、それでも、ね、しつこくそこに居続けたりとか、しつこくアプローチをしようとしたりとかするのは、一生持てない。うん、一生持てない。なぜなら、相手の気持ちが分からない男だから、一生持てないよ。早くこの能力を身につけろ。うん、もしお前にその子が興味あったら、ね、お前のこと目見るし、おそらく口角は上がるし、お前に興味を示すから。相手から質問来たりするから、うん、めちゃくちゃ分かりやすいよ。 相手が自分に興味持ってるかどうかなんて。ね。多分、話してたら、お前の方向に体を向けるだろうし、お前との距離、お前が距離縮めたときも、こうやって避けないだろうし。むしろ、相手から近寄ってくるぐらい、分かりやすく示してくれる。ね。このサインを読み取れなきゃダメよ。これ、ノンバーバルって言うんだけど、ノンバーバル読み取れない男は多すぎる。で、読み取れずに強引にキスをしたり、強引に手をつないだり、無理やりその子に接近しようとする。これ、一番キモいって。 もちろんね、男としてそういった行動にビビって一切アプローチできないっていうのはそれもダサいよ。だけど、それをオーバーキルしてしまってやりすぎてしまうのもダサいからね。ここの、まあ見極めは男として絶対できるようにならなきゃいけないスキルだと思う。キスを断られましたっていう人ね。キスを嫌がられる男とかよくいるけど、まあそれ接近しすぎ。接近しすぎ。ある程度顔を近づけてって、もしその子が1ミリでも顔を お前から遠ざけたり横にしたらもうそれはノーっていうサインなんだよ。それ以上接近するなって。嫌がってるから。それかまだ準備できてないから。もちろんね、お前に興味あるけど、まだダメだよっていう時にもそういった態度取るから。そういった態度取れた瞬間諦める必要はないよ、うん。だけど、お前ともしその子はキスしたかったら動かないからその子。待ってるから。そのまま。だったらそのまま近づいていけって。この小さな読み取り、お前は でできてないでこれできてない男はモテない男の特徴ナンバーワンマジでよく見る光景だと思うあとはまあその子からしてお前は友達としてしか見られてないのに急に、ね、キスを仕掛けたりとか急に手つなぎに行ったりとか急に男女の関係に持っていこうとしたりするこれもめちゃくちゃ肝がられるからねずーっと友達みたいな会話してていきなりそうやって男女の関係に持っていこうとしたら準備できてないから相手はお前のことをそういうふうに見てないから でこういったのって、ね、少しずつ相手の様子を伺いながら段階的に近づけていかなきゃダメなわけよ。もちろんね、早い段階で相手が明らかに OK なサインで言たら、お前の目を見つめてたら、ね、相手からお前に、ね、抱きついてきてたら、お前に近寄ってきたら、それはもうゴーだよ。うん。ビビらず行けって。だけど、不確かな状態、ね、すごく友達関係な状態から、まあ、急にロマンチックになり始めると本当にキモいから。うん。そこだけは気をつけろって。 段階を踏んで相手に近寄っていけってで。その段階を踏んでいく中で相手の表情を見てどこまでが OK なのかを見定めろって、うん。これができるようになったらお前は一気にモテるようになる。間違いないと思う。で、ね、経験のある、ね、女性、女心分かってるモテる男ってのはこれができるんだね。反対に女性心が分からない、ね、女に嫌われやすい、肝がられる男ってのはこれができてなさすぎる。うん、でそういった男ってのはひもいたい。 本当に身につけなきゃいけないスキルだと思う。で、これ、じゃあ、どうやって身につけるのって言ったら、お前も実際に女性に触れるしかない。で、その、少しずつ少しずつ相手に接近する、ね。で、その接近する中で相手の表情、ボディーランゲージ、そういったものを読み取る練習しないと。わかりやすいよ、めちゃくちゃ女の子ってのは。そんなにわかりやすく見せてるのに、それでも読み取れないお前は、なんで肝がられるかっていうと、冷静にバカだからなんだよ。その子から見て、な,なんでわかんないのってなるの。 でなんで分かんないのって思われてる時点で、あ、この男は相手の気持ち分からない人なんだっていうふうに認定されるから。もう一気にアウトよ。じゃあ逆にどういったものが OK なサインかって言ったら、笑顔だったり、上目遣いだったり、ね。女の子っぽい可愛い声だったり、ね。可愛い喋り方だったり。そういったのよ。ボディーランゲージもさ、お前の方を向いてる。ね。お前の目を見つめてる。お前にくっついてくる。できる限り可愛く見られようとしてる。超分かりやすいからねで。そういった OK なサインが出てんだったら、 しっかり男としてビビらずにアプローチかけろって、うんで。そういったサインがないんだったら、そのリスクのあるアプローチ、相手に迫りすぎるような行動はやめろって。うん、で、真ん中もいるからね、ねめちゃくちゃ肝がってくるね、完全に冷めた態度とる女と、で真ん中、ね、好きでもないし嫌いでもないよね、お前のことまで見定めてる状態と、もうお前に完全にドテツ、ね、普通にお前のことが好き、ね、お前に興味がある、ね、この3タイプに分かれるから。うん で、この3タイプの中で、もう明らかにお前に興味がないお前のこと気もがってくる女は、もう基本的に無理だから。うん。お前のこともそもそも生理的に受け付けてない証拠だから。うん。ここはどんなに頑張っても、それをひっくり返すことはできない。うん。で、真ん中の女、ね、好きでもないし、気合いでもない、ね、ニュートラルな態度をとってる女。これは可能性はある。うん。だけど、ここで気をつけなきゃいけないのは、まだお前のこと完全に好きじゃないから、迫りすぎるのはやめろ。いい。段階を踏んで近寄ってい 段階を踏んで、距離感を縮めていくいくで、お前のことは明らかに好き。お前に興味がある。ね、お前に対してど手つ。これは言っていいよ。うんもちろんね、嫌にチンコ入れろって言ってるわけじゃないよ。だけど、男としてしっかり色気見せて、ね、アプローチかけていけって。でも、この、ね、振り分けは、相手の様子、相手の表情、相手の態度、相手の喋り方、相手の目、そういったのを見て読み取れるようにな,らないと、お前は今後、一生苦しむ女になると思うよ。 恋愛においてなぜなら相手の気持ちを読み取れない空気読めない競売なの男だから普通に見てて心配になるしわーこいつまたやってるわーってなるしね女の子かわいそうだわーって思っちゃうしあのー、すごい残念に感じるその光景を見るとで絶対見るから <laughs> 夜遊びに行ったら絶対見る光景どっかで、うん、明らか嫌がってんだろその女ってやつねたまに俺もやめろよって言いに行ったりもするけどそういうことしてるやどを見て、うん、あのー 結構厳しいと思う。それをやってるうちは。だから、まあ、ちゃんと男として、相手の顔色、相手の表情、相手の振る舞い、相手の態度、女の子を読み取れる男になれって。うん。で、これはもう経験でしか、まあ、積み上がらないものだから、あの、まあ、その辺ね、全然わかんない人。女の子と触れる機会を増やせって。女の子と喋る機会を増やせ別に普通の日常会話でもいいから。ね、この子は真ん中かな興味あるかなそれとも興味なしかなで、これは常に、 自分の中で目,目で一瞬で見て分かるようになっていかないとダメよ。興味のない女の子に対して、ね、接近の危ないからね、うん。お前が自分の身を守るためにも,もうやめとけよ、うん。普通に通報されるかもしれないし、変ないざこざが起きるかもしれないし、やめとけって。うん、だからまあその辺まあこれからしっかり気をつけて、えー、まあね、空気の読める男になっていきましょう。ということで、きついときこそやらなきゃいけないことですよ。ちょ